こんちゃ翔太です。今緊急で動画を回しているんですけど、ハンニバルの花嫁化が来ますね、っていうところで、先ほどですね、白バフとか罪悪状態とかあってか罪悪状態とか追加、されているっていう風な話をしていたんですけど、まあおそらくハンニバルの花嫁につくんじゃないかなという風に思いました。なんでハンニバルが周りがいる時は耐久が高くなって一人になったら戦い始めるみたいな感じのキャラクターになる。それはタンクじゃん。タンクキャラクターそうなるか。もう一度ちょっとハンニバルのつもりで、先ほどのですね白バフ見ていこうかなという風に思います。ハンニバルになるんですけど、ちょっとブラウザ版見てみる。まあいいか。いや見るか一応。まあちょっとスクショでですね貼っておこうかなと思いますけど、まあブラウザ版の方にですねおそらく、まあ花嫁化した時に攻撃力とかが書いてあるかどうかぐらいはあるんじゃないかなというふうに思うので、まあちょっと今の段階だと分かんないんですけど、まあ後で載せておこうかなというふうに思います。でアクティブスキルとしては、まあ、長老と援護、これは解除されない状態になるでしょうね。でまあ援護が 75% ダメージカットですよというところになりますと。でであとは何があるかな。まあ復活か。新月ですね。まあ、これでクリティカルが相手からのクリティカルがもらいにくくなるかなというふうに思うんですけど、まあ、それありきで、まあ、ターン数半分使って、致命ダメージ無視ですね、することができるっていうふうな感じではあるんですけど、基本的には、いらないっていうか、この新月が解除されちゃうんで、今の環境だとこれによる復活はほぼほぼきついかなと思いますんで、まあ、少なくとも花嫁化して長老と援護と新月は解除されないっていうのがついて、でそれに加えて致命ダメージ無視の回数も1回しかない。で復活がつくってこと？なんかやっぱ噛み合ってないような気がするな。どうなんだろう。いやなんかね、あんまりここに花嫁化のキャラクターが、でも1000人っぽいな。でもまあ、ここ復活後も解除不可っていう風に書いてあるんで、復活キャラクターにつくのかなっていう風に思っていたんですけど、ハンニバルがまあ復活と致命ダメージ無視のハイブリッドキャラクターになるのかもしれないですね。その可能性はあるのかなという風には思いました。でまあこれで状態性無視。現状は流血罪悪ぐらいしかないので、まあこの何でしたっけ、困惑じゃないわ、散漫状態ですね。これをばらまけるようになるってこと。なんかちょっとハンニバルじゃないような気がするな。あんまり噛み合ってないような気がするけど、どうなんすかね。来週の火曜日に来ると思いますけど。なるほど。で、あと何がある。選択強行行軍ですよね。まあ神器つけるとダメージカットしすぎちゃうんで、まあ多分こんな感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、でもダメージ反射耐性が上がるんか。ダメージ反射耐性が上がる、攻撃していくってこと。なんかちょっと違和感がありますけど、ハンニバルか、ほんまに。ハンニバルにつくわけでは、選択はハンニバルかもしれないんですけど、なんかこの下の2つはあんまり、いや選択もか。なんかあんまりハンニバルっていう、ハンニバルがなんかもう劇的ビフォーアフターしないと、超火力型にならないと、なんかあんまりついてもなっていう風な気がするんで、まあ、楽しみに待っていようかなっていう風に思います。まあ、来週の火曜日に来るかなという風に思いますので、こちらですね、まあ、楽しみにしていようかなという風に思います。まあハンニバルの羽嫁が来ることはほぼほぼ確定なので、まあ、私ハンニバル使ったことないんですよね、持ってるんですけど、ちょっとこれを機にもしかしたら撮ってみるかもしれません。今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。